いウクレレをお持ちですけれども、準備の方をお願いします。いい音が鳴ってますね。で皆さん、これからパインさんの演奏が始まりますが、ウクレレのこのハワイアンないい音に癒されながらご飯を楽しんで歌も聴いていただこうかなと思います。ではお願いします。パインさんです。
で上がるなと思ったら、いつももっとあのちょっと長く弾いてる曲で、ちょっとこっちでごまかすから、もう一曲だけチャレンジ。昨日からちょっと練習してみようかなって、ちょっとやってみます。Thank you.
かせていただいて、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いては、まゆちゃん、つねちゃん、演奏ですので、ご準備をお願いします。続きまして、まやのすけさん、ゆりえさん、へとつけますので、お願いいたします。では、パインさん、ぜひいろいろ聞かせていただきたいんですけれども、ウクレレの音も、パインさんの声もそうなんですけど、もうなんか人柄すべてひっくるめて癒しですね。多分癒された方多いと思うんですけど、コメントの素直さとか、僕はなんかすごい癒しだなと思って。なんか間違えることすらもうなんかもうすべて一つの作品みたいな感じで僕は受け取ったんですけれども、はい、歌とかウクレレとかは独学でされてるんですか？そうなんですね。どこかに学んでるとかではなくてご自身で。そうなんですね。いずれはなんかギターも弾いてみたいなとかって思いはあったりするんですか？ギターは3本持ってるんですけど、3本持ってるんですけど、インテリアになっちゃったようですね。ぜひこういう、ね、演奏する場があるんで、持ってきていただいて、ぜひ披露していただければなと思います。では、最後の質問なんですけれども、年末年始、はい、なんかこう出かけるとかいうのはしますか？なるほど、では。ギターを弾きつつ、ウクレを弾きつつ、またいい年末年始を過ごしていただければなと思います。はい、ではパインさんでした。ありがとうございました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。はい、ではですね、またご準備いただきますけれども、ちなみに僕は年末年始は正直予定はなくてですね、ギターを弾いて一人悲しく過ごそうかなと思っております。クリスマスは働いてました。もう本当にね、僕違う HB ナイトというところでこんな歌をしてもらった時に、僕今相手がいないんですけれども、歌を誰かに捧げようと思って来てたお客さんに捧げさせてくださいと声をかけたんですけど、相手がいまして見事に振られるという。でもマダムが聞いてくださってね、あの時僕が誰かに捧げさせてくださいって言ったのがマダムに熱い歌を捧げさせていただいたエピソードがありますけれども、はい、ではお二人準備は整っておりますでしょうか？まだですか？いいですよ。行ってみましょう。ギターのいい音色がまた決めてきましたけれども、では、まゆちゃん、つねちゃんの演奏を今から聴いていこうと思います。ではよろしくお願いいたします。はじめましてだね、ほとんどね。はじめましてほとんどね。もうピチピチ新人ですんで、ういういしく歌いたいと思います。はい、早速、はい、これなんだね、これなんだね。じゃあ、自己紹介代わりにいつも歌っている歌を歌います。 I'm proud です。
けっぱなしです。気を取り直しますか。これ直せるかしら。もうマグロに食われた時点で。もういい、もう何も怖くない。そう。リラックスできましょう。じゃあ、ちょっと見ちゃっていいですかね。いいですよね。今度は懐かしい曲を。懐かしいですよ。めちゃめちゃ懐かしい。角田静香さんの恋人よ。知ってますかね。寂しいクリスマスだった人。はい。
から数々の死にたくなるような歌の中から寄りすぐった寄りすぐったクリスマスの後にちょうどぴったりのお葬式という曲を歌いたいと思います。あのね、歌いますか。かなり知っている方も見えるんで大合唱してください。知らない方はぜひ。
てはマヤノスケさん、ご準備お願いいたします。その後、ユリアさん、サスケさんに続きますのでよろしくお願いいたします。では、お二人にいろいろお話を伺っていこうかなと。はい、まゆちゃん、はい、伺いたいんですけれども、はじめましてですよね。このクラウド2が初めてのご出場。はい、はじめましてです。1曲目の I'm Proud から始まったんですけど、歌唱力がすごいな。なんかもう、ともちゃんと、小室さん2人来たみたいな、もう印象が受けましたけど、目指すところが、はい。だってまずアルマジロの力と思うと、あの小室さんにはなってると思うんで、どんどんこっからはい、そして3曲目のお葬式という、これはあのつねちゃんさんのオリジナル曲ということで、はい、普段いろいろ作られてらっしゃるんですかね。どうでしょう。まあ、それで、ほとんどが中高とか高校生までその曲が今でもずっと残って歌ってらっしゃるってことなんですね。ちょっと今もね、こういう感じが学生にあの数々の死にたくなるような曲っていう紹介がすごいも気になってそういうような曲をアコナのパート1で聴けるという形なんですかね。パート1に伺えば、つねちゃんさんの司会も決めることもでき、お二人の歌もさらに楽しめるということで、はい、パート1は日程はちなみにいつなんですか。第3水曜日でございます。皆さん、アコースティックナイトパート1第3水曜日ということで、はい、ぜひあのお二人の歌とまたあの司会も楽しみ、また水曜日皆さんで歌い合わせていただきましょう。はい、では、そうですね、お二人に最後ですね、今年年末年始の予定、何かあれば聞かせてください。大掃除いつも頑張ってみたいな感じですか。大掃除、部屋も自分自身も大掃除します。なるほど、また美しくなってしまった加原朋美さんに会えるわけですね。皆さん大掃除楽しみにしております。じゃあつねちゃんの、はい、年末年始の予定は。年始は寝ちゃうんですね。寝てまた新たな歌が生まれるかもしれないですね。楽しみにしております。はい、ではまいちゃんさん、つねちゃんさん、ありがとうございました。ここに拍手をお願いします。アコギとかウクレレが続いてたので、ちょっとこの電子音とか違った勉強を感じさせてくれてます。マヤノスケさん、準備はよろしいでしょうか。はい、それではマヤノスケさんの演奏です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどの難民を亡霊に入れようか、うちにその CD があった時期がありましたですね。何回か聴いてるうちに、なんでこう心臓がバクバクしてきて、これ聴いて続けるとやばいなって聞くのをやめたっていう思い出はちょっと今思い出しました。じゃあ、私は基本的に自分の作った曲を歌うという目的で楽器を練習している人間なんで、オリジナルしか基本的にやらない人間なんですけども、いかに浮世離れするかというのをテーマに、音楽を作っています。1曲目は誘惑という。うわ、誘惑。
はい、ありがとうございます。次の曲はですね、僕の夢の中に女の人が住んでいる曲です。じゃあまた。Come on.
さあここで生きているの呼び止めて聞いてみても君は黙って笑っているだけでこの世の中から僕を押し出そうとする最後に君はささやいたじゃあじゃあえら次の曲はですね、一度だけサーフィンに連れて行ったこと、連れてもらったことがありましてですね、その連れて行ってくれたやつをモデルに書いた詩のあるサーファーの一日という曲です。ファッションとかあんまり興味がないというか、あの苦手なんですけれども、これちょっと島村に行きましたね、これをあのアベイルっていうところがあの島村の系列なんですかね、なんか同じ1階にアベイルがあって、2階に島村があってですね、これ950円です。安っとか思って思わずちょっと言っちゃいます。ということで、あるサーファーの一日。
次はユリアさん準備お願いいたします。その後サスケさん、クラウドさんと続きますので皆さんご準備の方お願いいたします。はい、では前之助さんにお伺いたいんですが、今日もオリジナル3曲すべてオリジナルで、はい、3曲いろんな曲調でいろんな雰囲気がすごい楽しめた印象だったんですけれども、僕個人的に2曲目のジャン・タネっていう曲にすごいこう、まあ、惹かれました。あの最初夢の中に女の人が住んで、もともと好きな人だったんだろうな、そんなイメージを持って聴き始めたんですけど、全く知らない人っていうケース。そうですね、この間見たあの夢でも出てきましたよね。あの黒い服着てスラッとした感じの人で、あのなんだろうな、ほんま夢の中でじゃあ私行きますとか言ってどっか行っちゃったどこ行くんですかね。でも最後、現実で会ったっていう歌詞だったんですよ。え、現れたんだって、本当にこう実際のことなんですかね、感じた的には。まあその、現実で会ったけど、またおやすみなさいって言って、夢の中で会いましょうっていう。不思議な、すごいこう、頭で考え、どんな条件なんだろうって、すごい考えるきっかけが、すごい面白い歌だなと。以上でした。またいろいろ聞かせていただければなと思いますけれども、はい、前之助さん、年末年始は曲作りの没頭ですかね。没頭する時間があればいいんですけれども、ずっと仕事です。お仕事なんですね。もう元旦とか関係なく。そうですね、元旦の仕事で、あの一応お正月休むかというと、まあ、ちょこっと休むんですけど、それはもう実家に帰って家族サービスみたいな感じになっちゃうんで、はい、あれこうゆっくり休む時間はなさそうな感じですね。はい、なるほど。いつも曲作りとかはどのタイミングでされてるんですか。まあ、必要に応じて、ね、時間的にはね、出勤前の朝です。朝がベスト。これね、あの別に曲作りだけじゃなくて、もしお勉強とかなんかされてる方があったら、これはもうぜひ声を大にしてみたいですけど、早く寝て、早く起きて勉強すると絶対に覚えがいいです。素晴らしいお言葉ですね。本当に今、朝活っていうね、流行ってますもんね。やっぱりこう朝に早起きして学ぶことが大切ということで、曲作りもそういう形でやってらっしゃる。学ばせていただきます。僕もちょっと朝早く起きてやってみましょう。はい、では前之助さんでした。皆さん大きな拍手をお願いします。